そして空気を読んで代わりにやってきてくれたのが、おでこに白い模様があります。名前をアリスと言います。可愛いでしょう。ボテン君とアリスちゃんはもう大人のスナメリです。アリスちゃんは有明海からやってきましたので、アリスという名前がつきました。さあ、ボテン君もボールを持ってきてくれましたが、もう一度始まったことに気がついていない子がいます。今、向こうの方で泳いでいるんですが、はい。やっと少し近づいてきてくれましたね。名前をミクと言います。ミクちゃんは3月の9日にマリンワールドにやってきましたので、ミクという名前がつきました。実はスナメリたちというか、アリスちゃんとゴテン君には得意技があります。さあ、それはガラス面でしか見ることができませんので、ちょっとカメラで映させていただきたいと思います。さあ、2頭のスナメリたちは魚を捕まえるときに使う水拭きという技と一緒に、空気を前の方へと押し出す技、バブルリングを持っています。さあ、アリスちゃんが見せてくれたんですが、ちょっと逆光ですね。モテン君映るかな。モテン君は体が黒いのでリングが映えますね。さあ、アリスちゃんは大きなリングを作るのがとっても上手に、そしてゴテン君は細いんですが、綺麗なリングを作ってくれます。はい、見えましたか。アリちゃんが皆さんに魚を見せてくれてます。1個魚落としてるけど、はい、食べたふりをして2つ目をもらうのが最近のアリちゃんの悪いところですね。なかなか飲み込まないこともあるんですが、スナメリたちは食べるのはかなりマイペースです。ゆっくりもごもごしながら食べます。さあ、もう一度ゴテン君がガラス面に寄ってきてくれました。実はガラス面に寄ってくると、スナメリたちおでこが潰れたりします。他のイルカたちに比べると肌がとっても柔らかいイルカたちなんです。